で、ある一定の移動平均線をこれ引いております。今これは20日の移動平均線になりますかね。はい、20日の移動平均線になります。ですね、土手商いというのはこういうことなんです。例えば、ちょっと丸しちゃいますね。はい。ここは株価がですね、この緑の移動平均線を抜けてますね、下に。下にずっと抜けてます。よいしょ。こんな感じでね、下に抜けています。こういう時に、売りを立てるわけです。まあ、新規売りですね。まあ、いわゆる空売りってやつです。はい。ちょっとすいませんね。ここで新規の売りを立てるわけです。ここ。で、この間ずっと、まあ、移動平均線を超えずにずっと来てるわけですね。で、ここで初めて超えるわけです。ここ。はい。ここで、よいしょ。ているものをまず買い戻し、で、次に、まあ、新規買いになりますなるわけですね。初めにこれ書いときゃよかったですよね。すいません。はい。つまり、ここで空売りが入りました。で、ここでこの空売りを買い戻して、今度新規の買いを入れます。新規の買いを入れます。で、今度ここですね。今度は株価が移動平均線を割り込んできました。で、ここでは、新規の買いをですね、まあ、利益確定売りと同時に、新規売りと。よいしょ、失礼しました。初めに書いておけばよかったです。はい。ここ。はい。っていうことですね。で、今度ずーっと下げてますから、今度、ここの買い戻しはどこで起きるかっていうと、ここで起きるわけです。これルールの話ですね。よいしょ。ここを超えてますからね。はい。ここでまた、ここの、新規で、空売りをしてるやつを、ここでこれ抜けたんで買い戻しをして、で、また新たに新規買いを立てると。まあ、そういうことです。はい。ご覧いただきありがとうございます。この動画の詳しい内容は、このムービーの下のもっと見るの欄の中にある URL をクリックしてください。スマートフォンの方は、縦に表示して三角ボタンをタップして、動画の説明を表示させ、URL をタップしてください。